こんばんは、プリティです。あのね、韓国でね、すごいね、事件が起こったの。25日、場所はね、江原道フェンソン郡っていう農村部の町で、で、A さんっていうね、68歳の男性がね、食堂前で近所の B さんっていう65歳のおじちゃんを凶器でね、数回刺しちゃったのよ。で、最終的に切りそうとして捕まっちゃったんだけど、このね、まあ、事件の概要がすごいのよ。で、食堂前で A さんと B さんがあって、じゃあ食べようよっつって、入ったのね。で、お酒飲んでて、で、お金払ったら、店主が、ズボン脱いで、急所を見せてくれるかどうかっていうのをかけたんだって。で、で、15,000ウォン。日本円にして1600円ぐらい。で、結局ね、店主が見せてくれたのよ。したら、見せてくれたのに、なんでお前お金払わないんだっつってさ、B さんのこと怒って、口論の上に刺しちゃったのよ。で、この A さん、68歳ね、懲役5年。あと、出てきて、10年間の、あれ、GPS のやつ、足はめるやつ。あれの取り付けの命令が下ったのよ。だから B さんに近づくなってことだと思うんだけど。世の中にはさ、見せたい人っているじゃん。ってことはもしその店主が見せたい人だったら一人勝ちってこと？で、どうしてお金かけて、ねえ、見せてくれるかっていうその家計？なんでその、ね、急所を。いや、見たくないよ。見たい？ぶっちゃけ、おばちゃんの動画見てくれてる男性の皆様、見たい？おばちゃん、なんか、見たいって気しないけど、見たい人はいるのかな？酒の勢いでさ、冗談でもあんまり見たいって気しないんだけど。それで、ねえ、こんな事件起こすなんて。よくおばちゃんにはわからないニュースです。おばちゃんがね、中学の時に、ちょっと見せてくれないかって、言ってくるやついたのよ。え、どういうことって。エイリアン見たくなってないのよ。ちょっとまだな、とっくりを着てるような状態で、エイリアンみたいに、ずるってなった人のやつを見てみたいって。どんな風になるんだろうって。で、そういうのね、ま、みんなさ、トイレ入った時に、ま、ペロンチョするじゃん。で、そいつはなんかね、ちょっと覗こうとするから、なんなんだろうっていう言われてる子だったのよ。いや、別に見せてもいいけど、それ見てどうすんのって言ったら、いや、将来自分がどうなるかちょっと知りたくて、つって。で、高校の時もいたのよ。どんな風になってんのって。え、まだなのって。で、いっぱいさ、カスとか溜まるじゃん。で、病気になっちゃうから、早めにエリアになってみたらどうって言ったら、でも、一回試そうとして痛いからちょっと無理だったっていうのよ。でも、なんていうの？エリアンになったらどういう風に、なんていうの、シガニーウィーバーが出てくるのかなとかっていうようなことは言ってなかったけど。いやでも、エイリアンになってない子からすると、シガニーウィーバーがどんな感じなのかっていうのはやっぱり、まあ、死活問題ではないのかなと思って。いや別にそんなに見たいんだったら見せてあげてもいいけど。お前にも一回ちょっとじゃあ見せてよって。はい。俺のって、とっくりみたいな状態じゃん。それ見てどうすんのって言うから。いや、お前、人の見たいって言うんだったらお前のも見せてよって言ったら、別にいいけどって見せてもらったのよ。なんかね、おっぱいアイスってみんな知ってます？なんかゴムの中にさ、バニラのアイスが入ってるの。あれを食べきった後みたいになってんのよ。これ早めにちょっと、エイリアンにならないと、ずるっていかないぞって。だともう、ゾウの鼻みたいになってんだもん。っつって。で、手術とかするとさ、大変じゃん。だから、自分でやるときにちょっと、ね、エイリアンになってみたら、つって。うん、ちょっと頑張ってみる。で、最終的に、エイリアンになったのよ。
擦れるとうーってなるって、うん、最初はね慣れるまでうーってなるよ、うん、駅のトイレとかさ、あとどっかなんかスーパーとかデパート行った時のトイレで見てこれしてるよね。あれなんで見てくんのなんか見てないような感じなんだけど、ちょっとなんていうの、チラッと、終わった後見てくれる人とかいるじゃん。やっぱ気になるのかしらね。わちゃん、あれはダメな行為だと思うのよ。江戸時代で言うと、刀と刀が当たったみたいなもんよ。いや、もう、人のもの勝手に見ちゃダメ。許可なくね。おばちゃんそれすごく感じる。これ男の人だったらみんなね、感じることだと思うんだけど、うん、女の人よくわかんないでしょ。おたちんとこでね、チッチしてると、見てくるしね。あともう一つ、韓国のね、この、クアンジュ広域施設っていうところの、もうバスの中で、バスの座席の下あるじゃん、あそこの中に、中っていうか下になんか隠れて盗撮してる人が捕まったのよ。で、たまたまね、乗ってた人がね、もう、だって椅子の下でしょ？すぐわかるじゃん。だから電話で警察に連絡するとさ、声聞こえて逃げられちゃうじゃん。だから、メールかなんかで警察に連絡して、で、バスの運転手のとこ近づいて、なんかあそこ椅子の下になんか人がいて、盗撮してますよって。えっつって。で、マップちゃんのところに言って、逮捕っていう形になったみたい。どう考えてもさ、椅子の下椅子の下って、わかるじゃん。なんでそんなところに隠れたのかしら。で、その位置から、撮ったとして、ふくらはぎとかそういうのしか、取れないと思うのよね。てかみんなにも分かっちゃうわけでしょ。だって、何やってんのって思われんの嫌じゃん。で、まあ、そこまでしてみたいって気も、バスの椅子の下でしょ。何を考えてんのか、おばちゃんにはもう理解できません。この手のニュースでさ、女子トイレとか、天井に登って隠れて、なんか覗いてる人とか、昔よくさ、捕まってるやつとか、流れてたじゃない、ニュースで。そこまでしてっていう。で、あと、なんていうの、女子トイレにわざわざ入って、カメラ設置する人とかさ。でもチッチと運もするだけよ。そんなの見てどうすんの？ごめんね、この手の趣味が一切わかんなくて、うん。だって、チッチと運もするだけよ。そんなの見て。おばちゃんはね、よくわかんないのよ。そこまでしてっていうのが、あと、何が良くてっていう。だって、何でも言っちゃうけど、チッチと運もよ。意味がよくわからない。これは、昔からね、おばちゃんずっとそれを感じてんのよ。